ではルールを説明しよう。神の子の正体に関してあなたは考えを述べる。あなたが予想できる回数は18回。正体を見抜けばあなたの勝ちだ。その時俺の魔力は5秒間封じられる。いかがか魔王アノス。一つルールを変更しよう。どのようにだ。予想は9回でいい。ゼクトー、ゼクトー。では遊戯を始めよう。俺の配下で神の子の可能性があるのはこの4人。最初の予想だ。神の子は俺の配下にいる。正解。神の子はミーシャだ。不正解。神の子はサーシャだ。不正解。神の子はゼシアだ。不正解。神の子はミサだ。正解。